福田公平は、日本の政治家、和紙職人、枯山町長を一期務めた。1937年、栃木県那須郡枯山町の和紙職人の家に生まれる。大学を中退して、全国の和紙産地で3年間修行した後、家業を継ぐ。1965年、福永教えを創設。1982年、 合名会社福田製紙社の代表社員に就任。和紙業者の廃業が続出する中、色付き和紙を用いた教えを開発するなど、和紙の再興に力を注いだ。2002年4月14日、カラス山町長選挙で当選。2005年10月1日、カラス山町が、那須郡南那須町と新設が合併して、那須カラス山市が発足したことに伴い町長を失職した。 新市の市長選挙には立候補せず、市長選出までの間、市長職務執行者を務めた。なお、2004年には、県の伝統工芸士に認定されている。その後、2008年には、ナスカラス山市観光協会の会長に就任。2011年には、県の文化功労者に選ばれた。また、2010年5月に発足した、現場から国を変える市長の会に、 オブザーバーで参加している。2013年1月19日夜、ナスカラス山市内の舞踊団体の園籍で倒れ、同日午後10時22分、市内の病院で死去した。75歳ボーツ。ありがとうございます。